初代本社所在地の丸の内センタービル2代目、本社所在地の水穂銀行大手町本部ビル3代目、本社所在地の丸の内2丁目ビル株式会社水穂フィナンシャルグループは、東京都千代田区に本社を置く日本の銀行持株会社である。かつての第一勧業銀行、富士銀行、日本工業銀行及びその関連企業を合併、再編したことによって2000年に、 発足した水保ホールディングスの子会社として2003年1月に発足し、同年3月に親子関係を逆転して、水保グループの統括企業となった。また、同社を親会社とする、水保銀行、水保信託銀行、水保証券の金融関係の企業からなる、企業グループのことも指す。2013年から、当グループのブランドスローガンとして、ワン水保。 当グループの経営戦略として、ワン・ミズホ戦略が設定されている。各事業主会社を通じて、銀行、信託、証券、資産運用、クレジットカードなどの業務を提供しており、法人融資先は10万社長、個人預金口座数は2600万口座に上り、総資産154兆円を抱える。三菱 UFJ フィナンシャルグループ、三井住友フィナンシャルグループとともに、 三代目がバンクの一角を占める。2007年現在、総資産、預金量、時価総額などの点で、SMFG に次ぐ日本第3位の金融グループであり、世界的な銀行の中では、総資産、時価総額で、第10位にランクインしている。ホーブス世界企業総合番付2007では、トヨタ自動車、MUFG、NTT に次ぐ日本第4位となった。 2013年7月1日、参加業である水保コーポレート銀行が水保銀行を吸収合併し、業名を水保銀行に解消した。2017年11月13日、2017年度中間決算の再収益力向上に向けて、2024年度末までに店舗数を現在の500店舗から100店舗削減し、2026年度末、 までに人工知能などを使った業務効率化によりグループの従業員数を現在の約7万9000人から6万人に減らす構造改革案を公表した。2019年5月15日、2019年度の連結決算の際、当初計画から3割増やし、約130店舗削減を行うと発表。 銀行を取り巻く環境が大きく変化する中で、さらに経営改善、構造改革を進めるのが狙い。2019年7月1日、東グループの環状系システム、みのりが、みずほ銀行、および、みずほ新宅銀行にて、全面稼働開始。第一官業銀行、富士銀行、日本工業銀行の産業を主たる前身とする。他の方銀同様。 バブル崩壊後の1990年代にあって、いずれも1兆円を超す不良債権を抱えていた。富士銀行は、融資先の扶養グループ各企業が弱体化、親密な山一証券が破綻し、マルベニア日産自動車の経営不安が囁かれ、ゼネコンの会社構成方針請が相次いだ。公的資金の注入額は銀行最多の1兆円に達した。 1998年には、系列の安田信託銀行の救済にあたって第一、勘銀の協力を得ており、また、参加の感覚証券の大株主だったこともあり、かねてから合併の第一候補としてはまず第一勘銀と公言していた。一方、第一勘銀は1997年、野村証券などとともに、総会や事件への関与が発覚し、 外資系金融機関と提携して、リテールでの活路を模索していた。だが、投資信託販売をめぐって、JP モルガンとの交渉が難航し、先行きは不透明なものになっていた。富士銀行の送る周波は、第一関銀にとっても利害が一致する点はあった。ものの、業務内容に大差がないと銀合併では、効果が薄いとしており、法人部門の競争力で、外資系に、 やがて競り負ける器具があった。リテールを目指す都市銀行に対し、長期信用銀行である公銀は、法人部門に経営資源を集中させ、野村証券と提携して、投資銀行への転換を図った。しかし、すでに同じ超新銀の日本長期信用銀行、日本債券信用銀行は破綻しており、東京三菱銀行が金融債の発行を停止すると発表し、 ビジネスモデルでは孤立状態になった。当時は財務体質が有料な東京三菱、公立経営と大和証券との提携で総合金融グループ化を図る住友銀行が都銀の価値組とみなされていた。これらのようには財閥グループ色が強くなく、大和銀行や東海銀行、朝日銀行のように特定地域に依存することなく、かつ三和銀行のように 強烈な業風でもない産業は弱みを補完し合い世界最大の金融グループへ一気への仕上がれるという点でも互いに理想的な相手だった。特に合併業で自己主張に弱い第一関銀が富士と公銀を結ぶ役割を果たした。1999年8月19日日本経済新聞が勇敢で公銀、一関、富士銀、 世界最大金融グループに、とスクープを放った。銀座中央支店1999年8月20日、産業の東ドリラーが帝国ホテルで共同記者会見を開き、経営統合の合意を発表した。総資産140兆円を超える世界最大にして、世界初の総資産1兆ドル金融グループが誕生することとなった。 日本初の銀行持ち株会社による統合であり、当時一般にはあまり馴染みのなかったこと、合併分割による二行体制への再編、圧倒的な規模から数多くの話題を呼び、大手銀行の大再編へ宣弁をつけた。全新業は第一管銀、不要、高銀閣企業グループを率いており、あまりの大きさに、厚生取引委員会は、融資先への影響力が大きく、 営業次第では不公正ともなるという異例の公式見解を表明した。その規模ゆえ、発足当時は自家総額でグローバルトップ5を目指すとするなど調子も良く、実際にムーディーズは産業の信用格付けを統合発表後引き上げる方針だった。産業界からのコメントは競争力向上に期待、金融不安を正常化などをおおむね好意的なものであり、 金融担当大臣の柳沢白は、前向きな戦略を自発的に打ち出すのは素晴らしいことと、賛辞を送った。一方で、ウォールストリート・ジャーナル・アジア版では、相撲と同様、同回りだけで、チャンピオンになれるわけではないと冷静な分析もなされた。経営統合を控えた2000年3月には、旧産業が共同で、キャッシュカードを発行、4月には、間で、 CDATM の総合無料開放を開始し、5月には共同ベンチャーファンドを設立、音楽配信なども手掛けるポータルサイト、M タウンを開設したりした。また、ネット専業証券会社の設立も計画されたが、実現には至らなかった。2000年9月、合算時価総額7兆4115億円の共同持ち株会社。 株式会社水保ホールディングスが正式発足し、本社は丸の内センタービルが入居しているにおかれ、証券コード8305で東京証券取引所市場第一部に上場した。翌10月には統合第一フェーズとして水保信託銀行、水保証券、水保インベスターズ証券が発足。一方で2001年、富士銀行が1984年に買収した。 米国の金融会社ヘラを GE キャピタルに第一関銀が1989年に買収した同 CIT を太抗に売却するなどバブル崩壊以前に獲得した海外企業を手放している。2002年4月統合第二フェーズとして産業を合併、分割し、水穂銀行、水穂コーポレート銀行が発足した。 両校では営業初日から ATM 決済でシステム障害が発生した。システム障害は水穂に先なって2002年1月に合併した UFJ 銀行でも発生していたが、水穂では個人、法人双方における金融インフラとしての規模の大きさから混乱が深刻化し、250万件の口座振り替えが遅延した。また、原因究明の過程で、 当初は第一官業銀行のシステムに一本化する方針だったものが富士、日本工業を含めた産業の主導権争いの結果産業、それぞれのシステムを残したまま中継コンピュータで間に合わせる手法を採用した経緯が明らかになった。旧システムを残して間に合わせ手法を用いたことに対しては金融庁から業務改善命令を受けたこともあり 合併早々から社会的イメージが急激に悪化しただけでなく、個人顧客1割を失う。合わせて不良再建問題が進むにつれて、実態的にも経営状態は深刻化していった。同時に口座開設数も軒並み減少した。2002年10月以降、竹中平蔵金融担当大臣が策定した金融再生プログラム、通称 竹中プランに従い不良再建処理に乗り出したが、処理損失が大幅に拡大。2003年3月期には、日本企業として過去最悪の2兆3700億円の赤字決算となることが確実になる。これを受け、取引先企業を引き受け先とする1兆2000億円もの大規模な増資を実施した。銀行が取引先に助けを請う格好は、法が兆増し。 有料企業の足を引っ張るとも言われ、その規模や性格から多くの批判を集めた。一兆円増氏には、引き受け額順に、第一生命、安田生命、損保ジャパン、富国生命、伊藤中商寺、関西電力、清水建設、西高エプソン、大成建設、電源開発、東京電力、丸紅、電通、日動火災、富士通、 新日本製鉄、全日本空輸、NTT ドコモ、行政、国土、北地製作所、資生堂、キャノン、九州電力、コスモ石油、三峡、新日港ホールディングス、西武鉄道、中部電力、JR 東海、東北電力、NTT、JR 東日本、富士電機、明治生命など、 母体業の企業グループを中心に幅広い業種から3436社が応じた。同時期に、水穂ホールディングスは、水穂フィナンシャルグループを新設し、中間持ち株会社に転換するグループ再再編計画が出された。これは、持ち株会社ごとに赤事故会社と黒事故会社を振り分けることで、配当の原資を年出する狙いがあった。無敗が続くと、 公的資金注入で国が保有する優先株が普通株に転換され国有化されてしまうためである。また企業再生プロジェクトとして再生専門誌、会社4社を設立し不良再建を遺憾日本政策投資銀行や外資継承権の協力を得て再建に乗り出した。一方、こうした再建スキームを株式市場は評価しなかった。 みなし5万円額面の水穂株は連日安値を更新し、2003年4月には額面割れ寸前の一時5万8300円をつけ、破綻や公的資金による国有化も噂された。週刊新潮には、竹中出現水穂はシティバンクに売却と書き立てられたり、一般各市でも水穂に対して悲観的な見方が大勢を占めた。株式地価総額で、 消費者金融大手の竹藤を下回る日もあった。結果的には、1兆円増資が干渉剤となって、経営不振の取引先への再生支援などが進展。2003年から2004年を谷として、これ以後は業績回復が続く。水保銀行本店ビルを外部の不動産信託中間法人2050億円で売却したり、 水穂銀行大手町本部ビルを隣接する大手町フィナンシャルセンタービルとソンポジャパンが区分所有とともに東京建物の特定目的会社に総額1450億円で売却するなど資産の売却や劣後債なども進めて資本を積みますと同時に参家の水穂銀行の環状系システム統合や店舗の統廃合によって経費も削減された。また、 水保ダイレクト、水保マイレージクラブの新商品を開発したり、水保インベスターズ証券との共同店舗の設営など、現在のリテール方針の基礎が整い始めるのも、この頃である。2004年12月24日、旧公銀が重戦破綻処理をめぐり、国税庁を相手取って提起した、訴訟の上告審判決が出た。公銀は1996年に日本、 ハウジングローンの再建を放棄、損金処理を実施したが、国税庁はこれを認めずに追徴課税を行った。これを不服とする公銀は、東京地方裁判所に提起し、一審では敗訴したものの、控訴審で逆転勝訴、最高裁まで争って、ついに勝訴が確定した。総額3180億円が水穂に還付され、予想外の利益を持ち込んだ。 こうした要因が重なり、不良債権比率は、劇的に縮小。2005年3月期決算では、栗延税金資産の対中核事故資本比率、貸し出しに占める不良債権比率は、三菱東京、三井住友 FG を下回り、メガバンク主位の有料な財務体質に転換した。これは、竹中プランを主軸とした、金融庁に抵抗し、不良債権処理を遅らせ、 機動的な資本政策が取れず、ついには、三菱東京フィナンシャルグループに救済される形となった UFJ や、預金保険機構から、多額の公的資金の注入を受け、実質国有化されたリソナとは、対照的である。蒸気増資の引き受け企業の数からも計り知れるが、あるいは口述の通り、水保には、広い法人顧客基盤があったことが、景気交代局面での弱みであり、 回復局面での強みになった。事実、不良再建処理の方法には、債務の放棄、売却や破産申請により貸し出し先との関係を生産するか、支援を継続して、正常再建に情報遷移させるかの二通りがあるが、水保は主に後者で対応し、2年間で90%の圧縮に成功した。経営が一定度安定した2005年4月には中期、 経営戦略を発表し、不良債権処理に伴って複雑化したグループ機構の簡素化、公的資金の早期完済、ニューヨーク証券取引所への上場とコンプライアンスの徹底、プライベートバンキングや社会的責任などの充実を掲げた。2006年7月4日には参加業に注入された公的資金を完済。この時期に水保株は100万円前後の値をつけ、 3年で、底根から18倍近い上昇を遂げた。さらに、同年11月8日をもって、NYSE へ上場した。1989年の三菱銀行に続くもので、あり、バブル崩壊後初の法銀進出となった。水穂コーポレート銀行は2006年中に、海外語拠点を新設し、水穂銀行は、国内で、足足への再進出をはじめとして、 水保インベースターズ証券の水保銀行内拠点、プラネットブース設置数を増加させた。こうして、金利収入、非金利収入は引き続き伸長したものの、大口融資先であった、オリエントコーポレーションの赤字転落に伴い、再び引き当て金の積み増しを迫られ、2007年3月期決算では4期ぶりの、減益となった。同時に、2006年3月のゼロ金利政策解除が、 逆風となって、リザヤ収益の改善期待により上昇していた株価は失速し、70から80万円台で推移した。一方、優先出資証券による増資で、自己資本比率が12.48%に改善したこともあり、ムーディーズによる格付けは2006年5月7日に AA、A、に引き上げられた。2007年夏、米国を震源地として、 サブプライム住宅ローン危機による金融市場の混乱が各国に広がった。日本企業では海外展開や投資銀行業務での先行が裏目に出た水穂がサブプライム関連損失額で最悪となった。損失の中心となったのは水穂証券のロンドン法人でサブプライム関連の証券化商品を組み込んだ債務、担保証券を蘇生し、 投資家に販売する業務を手掛けていた。他社は、ハイリスクすぎて手が出せなかったという、この大量の在庫に、値崩れが直撃し、売却損、予診費用、引き当て金などにより、多額の損失が発生。銀行部門で2080億円、証券部門で4040 40億円の損失を、計上した。このため、実質業務純益や、予体金利差が改善したにもかかわらず、 最終利益は前期の半分となる3112億円にとどまった。サブプライム問題をめぐっては、日本の金融機関として唯一 G7 財務大臣、中央銀行総裁会議の拡大会合に招待され、各国大手と解決へ向けての協議に参加した。サブプライム問題の日本代表となった形だが、社長の前田テルノブは、通期決算発表で、こんなことで、 日本一になり、恥ずかしいとのコメントを残している。欧米金融機関が多額の損失を出す中で、法銀が出し抜く好機とも見られていたが、水穂はメルルリンチ2200億円を出資するに止まっている。また、2003年の1兆円増資によって発行した優先株が2008年より普通株転換可能となることから、株式の希薄化が懸念されている。水穂では、 対策として、累計9500億円に上る自社株買いを計画し、すでに2007年度実施分で日本企業トップとなっている。サブプライム問題の反面、こうした資本政策や経営透明化策のため、英金融専門誌ザバンカーによるバンク・オブ・ザ・イヤー2007日本部門に選出され、また、米機関投資家情報誌インスティチューショナル・インベスターによる 日本の最優秀 CEO 銀行部門第1位に前田テルノブが選ばれるなどした。2014年6月24日、東京都内で開いた第12期定時株主総会で、メガバンクで初となる委員会設置会社への移行を決議した。当グループの経営戦略であるワン・ミズホ戦略のもと、2013年7月1日、三加業であるミズホコーポレート銀行が、 水穂銀行を吸収合併し、業名を水穂銀行に解消した。水穂情報総研、UC カードは2005年10月1日付で会社分割により新設されたもので、クレジットカードのプロセッシング及び加盟店の各事業を行う。プロセッシングとは、クレジットカードの決済事務処理であり、クレディセゾン及び UC カードグループが発行する UC カードに関する業務と、 国際カードを発行する権利を有しない、クレジットカード会社に加盟店の開放を行い、発行されるマスターカード、ビザの各ブランドのクレジットカードの売上処理等を受託している。現在、プロセッシング部門はキュービタスに分割、譲渡したため、UC 社は加盟店部門のみを担当している。会員事業が残された UC カード株式会社は二千六年一月一日。 クレディセゾンに吸収合併された。水穂キャピタルはベンチャーキャピタルである。水穂銀行、水穂コーポレート銀行などと連携し、純投資としての未上場企業への出資から、コンサルティング業務までを取り扱う、13の投資事業組合を参加に置く。2008年3月時点で、国内外の1086社に総額460億円を投資しており、これまで748社が、 新規株式公開に至っている。グローバルアセットウェルスマネジメントグループは、新宅業務を中心として、個人、法人の資産管理、運用を行う。水保新宅銀行、水保新宅銀行本店水保、新宅銀行は、富士銀行系列の安田新宅銀行を主な前身とする新宅銀行である。不要グループに属したものの、かつては独立した。 信託銀行だった。1996年に不良債権問題が深刻化し、同婚の富士銀行に救済死害者化され、債権処理に第一関銀が共同で当たったことから、水保インベスターズ証券とともに経営統合の契機となった会社である。旧安田信託時代から住友信託銀行とともに不動産分野に強みを持っており、 不動産信託では自宅残高で20%超のシェアを持ち主位である。また、水保銀行、水保コーポレート銀行と信託代理店契約を結んでおり、顧客基盤の共有や水保、プライベートウェルスマネジメントへの紹介、証券化業務の拡大を進めている。企業融資など銀行業としての役割は他に業に移行し、自身は徐々に信託特化へ動いている。このため、 利益に占める信託報酬などの手数料収入が、有志業務による資金利益の2倍近くに達しており、この比率は大手信託銀行で最も大きい。日本カストティ銀行日本カストティ銀行の前身である、資産管理サービス信託銀行は、水穂と、親密な第一生命保険、旭生命保険、明治安田生命保険、富国生命保険が共同で設立した、 マスタートラスト専門の信託銀行であった。マスタートラストとは、投資信託や年金基金などを受託した、機関投資家が管理機能の簡素化のため、信託財産として保有する株式を、他の金融機関と共同で一本化し予託する仕組み。2007年3月末で預かり資産残高が200兆円を超え、業界トップの実績となった。 水穂グループが株式の過半数を保有していた。その後、日本トラスティサービス信託銀行と経営統合し、JTC ホールディングス参加となった後、JTC ホールディングスとともに日本トラスティサービス信託銀行に吸収合併され、現在は日本カストディ銀行となっている。水穂プライベートウェルスマネジメント水穂プライベートウェルスマネジメントは、 チャンネル2ディスカバリープランの一環で2005年に新設されたプライベートバンキングを取り扱う。水保銀行や水保信託銀行に5億円以上の資産を預ける顧客を対象としている。水保銀行口幸い町本部ビルに同居している。アセットマネジメントワンアセットマネジメントワンは2016年10月1日、水保 FG 参加にあった水保投資投資顧問。 新興投信水保信宅銀行の運用部門、それに、水保 FG と第一生命保険の接班出資会社であった、ダイムはセットマネジメントの経営者の事業を統合して発足した。グループ戦略子会社は、シンクタイク事業やシステムインテグレーションなど、金融業務に付随する調査、開発を受け持つ。具体的には、 第一関銀経営センターなどのコンサルティング業務を、承継した水保総合研究所、環状系システムほか、外部企業からの委託開発なども、受け持つ水保情報総研、中間持ち株会社だった水保ホールディングスが、商号、業態を転換し、地方銀行へのアドバイザリーを行う、水保フィナンシャルストラテジーの3社が含まれる。2000年の水保ホールディングス発足時には、 第一関銀会長剣頭取りの杉田力士が社長に富士銀頭取りの山本義郎と高銀頭取りの西村正夫が会長に就任し、対外的には3人揃って共同 CEO という肩書きを名乗っていた。杉田は2002年以降も留任する意向だったが、その在職期間中に業績が急激に悪化、株価も大幅に下落し、杉田自身も 体調を崩して入院したため、退任を余儀なくされた。当初は3人を特別顧問の地位で残す方針もあったが、これも撤回されたのに加え、退職金も支払われなかった。経営責任の明確化、順送り人事の廃止による、コーポレートガバナンス向上を求める市場からの圧力の結果、最終的には9人の役員全員が退任した。水穂ブランディングは、 インターブランドが手掛けた。水穂、水穂は、水みず,みずしい稲の方を意味する。この言葉は、吉原1500秋水穂国として、日本初期にも登場し、実り豊かな日本国を形容した。日本を代表する金融グループを目指すとの願いを込め、社員からの工房により策定。ブランドカラーは、水穂コズミックブルーと、水穂ホライズンレッド。 ロゴマークの赤い円弧は太陽いずる地平線を表し、水穂グループの社員一人一人の強い意志と情熱を表している。なお、青系統は、全身銀行のサインカラーで共通して使用されており、UC カードや第一勧業銀行においては、発足当初から青と赤の二色を使用していた。水穂は、かつて存在した桜銀行、朝日銀行と同じくひらがな。 山と言葉の銀行であり、日本語話者に奥行きある五感を与える。特に、軽快さの印象が、強く、ついで、鋭さ、強さ、庶民性、適応性、清潔、健康、性的な感じがあり、2003年当時のごと銀の名称中で、最も訴求力に優れていると分析されている。2001年9月までは、地球をモチーフとした縁故の左上に水穂の頭文字。 M を一筆書きしたロゴを使用していた。早い段階で統合を済ませた水ホインベスターズ証券などの店舗看板に見られた時期があったが、2001年10月11日に現行のロゴを発表、今では全く使用されていない。旧財閥系の名前を残した三菱 UFJ 銀行や三井住友銀行と比べてブランド力や知名度に劣るとされていたが、 イギリスの金融専門誌ザバンカー2006年11月号による格付けではブランド価値60億9000万ドルで法銀主位の第22位にランクインした。なお、三菱 UFJ は第34位、三井住友は第35位となっている。メディアでの CM 活動は基本的に参加企業による個別執行、提供の形を取るが前述のブランドステートメント、 ワン・ミズホを全面に押し出すようになってからは、グループとして出演者等を統一するようになっている。2017年1月の時点では、玉山哲二、鈴木良平、福士聡太の3人をメインに、テーマごとにメンバーを加える形となっている。例えば、資産証券編には、大和田信也が、ミズホ証券の CM には、結城さなえが加わっている。これ以外に、 オリンピック・パラリンピックへの出場が期待される。若手アスリートを起用したものやサッカー、日本男子代表の試合映像を使ったものも随時展開されている。YouTube における CM 動画公開も個別参加企業単位ではなくグループとして一体的に行っている。近年の金融教育の高まりに合わせて各大学への支援、協賛活動に力を入れている。 2006年3月24日の、早稲田大学政治経済学部を皮切りに、一橋大学小学部、慶應義塾大学小学部、東京大学経済学部、法科大学院、京都大学経済学部に寄付講座を開設した。特に、東京大学の場合は、合わせて2007年に新設される、金融学科にも資金拠出を行い、 東大経済学部に88年ぶりに新学科が設置される運びとなった。なお、水穂グループは東大生の最多就職先でもある。また、教員養成系の東京学芸大学とは、より低年齢の小中学生を対象とした金融教育で共同研究を行っている。こちらは、投資手法を教えるのではなく、クレサラ問題や、 金融犯罪などの学習を中心としている。このほか旧富士銀行時代の1968年から、ソンポジャパン、明治安田生命、第一生命と共同で、全国の小学校に入学する、新一年生を対象に、交通安全のための、黄色いワッペンを配布している。ただのワッペンではなく、交通事故を対象とした有効期間一年の、障害保険付けのもの。 これまでに手にした児童は、累計5000万人を数える。水保銀行、水保コーポレート銀行への経営統合を目前に、下2001年9月11日、アメリカ同時多発テロ事件により、世界貿易センタービル南棟に入居していた水保フィナンシャルグループ参加の、富士銀行ニューヨーク支店の23名が死去、行方不明となった。 旅客機が突入したのは南東の78から85階部分であり、同支店はちょうど79から82階の4フロアを占めていた。日本企業としては最悪の犠牲者数であった。同じく水保フィナンシャルグループ参加に入っていた第一、官業銀行と日本工業銀行も WTC に入居していたが、この2行の行員の死者はなかった。9月21日には、 当時の水穂ホールディングスが救援活動を支援するため日本赤十字社に100万ベイドルの寄付すると発表した。合わせて取引先等からの激励や見舞い、現地での直接の支援を受けていることに対して感謝の胸を記した。事件から4年を経た2005年9月11日、水穂フィナンシャルグループ本社前に事件のメモリアルとしての追悼モニュメントが設置された。 母子像を中心とするブロンズ像とニューヨーク消防当局から寄贈された w t c ビルの鉄骨が展示されており、その隣には犠牲者の使命が刻まれている。東京国際女子マラソンのスポンサーを2000年2001年に務めた。従業員の健康を重視した経営を行っている。会社を表彰する健康経営有料法人2017。 女性活躍に優れた会社を選定する、純、なでしこ銘柄、LGBT に関する、ダイバーシティ経営における、プライド指標などの受賞、認定を受けている。旧公銀は、第一生命保険と1998年から、全面提携を締結し、現在も継続されている。第一生命は、損害保険ジャパンとも提携しているが、こちらも、前身の旧、安高祭が、 富士銀系、旧、日産火災が第一勧銀系であり、ちょうど水穂 FG に対応している。水穂グループの銀行、政保、損保というと、この三社が代表である。第一生命との共同出資会社に、アセットマネジメントワン、さらに損害保険ジャパンを加えた水穂第一、フィナンシャルテクノロジーがある。ネズ財閥、小賀財閥の流れから第一勧銀グループに属した。 富国生命保険、朝日生命保険とも親密である。これらは日本カストディ銀行に出資している。東京海上日動火災保険は、旧日動火災が富士銀系であったが、旧東京海上は三菱グループであり、水穂グループには他にも上のような保険会社がある。ことから関係は疎遠となっている。同じく明治安田生命保険も、旧安田生命が、 富士銀系であったが、旧、明治生命が属する三菱職が強い。ただし、いずれも、扶養懇談会のメンバーは続けており、またそもそも三菱グループの保険会社は三菱、UFJ フィナンシャルグループなど他の三菱系、金融グループと必ずしも親密でなく、独立志向が強い。富士銀の前身である安田銀行は、昭和教皇の際に、 全国各地の中小銀行を積極的に救済したことから、この流れを組んで、現在も親密な地方銀行がある。戦後関係を持った地銀も含むが、北北、フィナンシャルグループ参加の北海道銀行、北陸銀行、道の区銀行、庄内銀行、千葉工業銀行、四国銀行、大垣協立銀行などが、富士銀系である。道の区銀は、 上杉住男元会長が富士銀の元常務であり、部長級の役員を富士銀が派遣していたこともある。特徴だったロシア業務を水保コーポレート銀行に売却した。商銀も富士銀の米沢支店、全身安田銀行の鶴岡、坂田支店を継承しているなど戦前から関係が深い。千葉工銀は旧安田系であり、不要グループのメンバーでもある。 経営危機の際に、水穂 FG から支援を受け、現在も水穂銀が、筆頭株主である。肥後銀行も戦前において、旧安田系であったため、稲垣誠一、小栗博はいずれも富士銀常務、笠原義久が、富士銀行、水穂新宅常務を経て東取に就任している。2008年5月、北斗銀行と省内銀行が、持ち株会社による経営統合を発表した。 2009年10月のフィデアホールディングスの発足に至ったこの統合には、水穂による仲介、アドバイザリーがあったという。また、フィデアホールディングスの取締役会議長には、旧富士銀行出身で、旧水穂銀行で頭取りを務めた西堀都市を送り込んでいる。第一勧議員も、第一銀行の設立者である渋沢栄一が関わった77銀行。 フィデアホールディングスの子会社化までの、アイダミズホコーポレート銀行が、筆頭株主であった、北斗銀行、会長の井出和秀、東取の佐藤誠一郎が、旧日本官業銀行出身である、筑豊銀行、一時期富士銀と、セットで経営支援して、復活に導いた千葉工業銀行などを、親密先に持つ。戦後地銀の東京都民銀行は、 公銀の協力のもと官民一体により設立されたもので公銀系であった。また、刑事の京都銀行、滋賀銀行をはじめ、地銀でも公銀から資本、融資を含む何らかの支援を受けていたところもある。きらやかホールディングス傘下だった旧山形幸瀬銀行が富士銀系、旧食産銀行が DKB 系であった。対抗銀行は旧長銀や 休日再銀と共に第一関銀と親密であり、愛媛銀行は第一関銀、三和銀の両行と親密だったが、経営環境悪化等の理由から三和銀との株式持ち合い解消している。南日本銀行では石井幸、森敏秀の両元頭取が富士銀出身である。第一関業信用組合は第一関銀の前身である。 日本官僚銀行の職域組合が母体となって設立されたが、1965年以降いくつかの他の親疎との合併があり、一般の地域信用組合となっている。ロゴタイプの書体が第一官銀のそれと同一である。かつては人材や経営を第一官銀に依存していたが、現在では関係は薄まり、第一官銀出身の職員は20名程度に過ぎない。 水保証券本社系列の証券会社はおおむね、水保証券、水保インベスターズ証券に統合され、さらに旧講銀系の振興証券が、水保証券と合併することで合意した。ただし、サブプライムローン問題に伴う水保証券の損失のため、合併はたびたび延期されていたが、2009年5月7日に、法人格上、振興証券が、 水保証券を吸収する形で、現在の水保証券が発足。さらに、2013年1月4日、同社が、旧関銀系の水保インベスターズ証券を、吸収合併した。公銀の再建部門を源流に持つ、日光コーディアルグループがあり、2004年末には、水保証券とエクイティ分野等で、共同提携、水保 FG が、資本参加していた。 日光では2006年末に優化証券報告書虚偽記載問題が発覚し、先立って同社と提携関係にあったシティグループによる株式公開買い付けに応じたため、保有する全株式を売却した。これにより、日光と水穂の資本関係は解消されている。その後、日光は三井住友フィナンシャルグループの配下となっている。2005年4月、 水保信託銀行は、バンクオブニューヨークと、投資販売、有価証券管理分野に関する業務提携契約を、締結。同じく水保銀行が、米国東部地盤のワコビア、米国西部地盤のウェルズファーゴと、富裕層向け資産管理で提携した。フランスのソシエテジェネラルとは、原油デリバティブで、オランダの ABN アムロ銀行とは、国際 CMS で、業務提携している。 水穂グループ発足時、旧館銀系の東京リース、旧第一系のセンチュリーリーシングシステム、旧富士銀系の不要総合リース、旧高銀系の高銀リースがあった。再編が他のメガバンクに比べ遅れていると指摘されていたが、水穂グループの先陣を切って、2009年4月に旧第一館銀系の2社が合併した。新社名は東京センチュリーリースに決まった。 存続会社はセンチュリーリーシングシステムであり、合併方式は吸収合併ではあるが、両者対等な精神による合併であるとプレスリリースされている。2006年下半期に住友グループ系、三菱 UFJ フィナンシャルグループ系のリース会社による事業統合が相次いだ。今後はメガバンク主導の再編が加速すると思われる。 2009年4月に合併した旧第一間銀系の東京センチュリーリースは売上高ベースでは業界のトップレベルに躍り出ることになった。水穂銀行とコ銀リースは2019年2月資本業務提携を締結し3月に水穂銀が増資を引き受け10月にコ銀リースは水穂リースに社名を変更した。審判分野で 旧富士銀時代から親密であったクレディセゾンと業務提携している。オリコは2010年9月には、水ズフィナンシャルグループが筆頭株主となり、同グループの持ち分法適用関連会社となった。水ズ銀行の ATM に掲示されている使用可能クレジットカードの表記では、UC カードやクレディセゾンと並び、他のカード会社と比較して大きく表記されている。 消費者金融のテレビ CM や広告について、個人的には、ちょっと目につくと批判。グレーゾーン金利は、明らかに正常ではない、2600万口座の既存顧客へのより良いサービス提供が最優先とコメントしている。2005年度会社説明会でも、シナジー効果の期待できない消費者金融業界との提携は、今後も検討するつもりはないと断言した。 このため、水保銀行系キャッシングのようなサービスは存在しない。グレーゾーン金利撤廃により、オリコは2007年3月期決算で、過払い金の返還に備える引き当て金を大幅に積み増す必要に迫られ、4579億円の赤字に転落することとなった。このため、水保や伊藤中正寺を引き受け先とする第三者割当増資を実施。 さらに水穂からの借り入れを株式化しグループ化される見通し。合わせて水穂と伊藤中も UC カード事業での提携を発表しカード分野で新たな事業展開がなされる。クレディセゾンと提携解消へ水穂銀行とクレディセゾンは2004年に結んだ包括提携を2019年10月で解消した。これに伴いクレディセゾンは 水穂 FG 参加の UC カードへの31%の出資を引き上げた。また、2007年4月に、クレディセゾンと UC カードの決済、事務処理業務を統合して設立したキュービタスは、会社分割して UC に関わる事業を切り離した。なお、水穂 FG とクレディセゾンが、関わる水穂マイレージクラブカード事業は続ける。先頭に、M とあるものは、 水保フィナンシャルグループが公表した資料である。ありがとうございます。